すれれくさ第7段「足立ののつゆ消える時なくジャンプ編」です。ホップ編ステップ編と見てきた内容を使って現代語訳そして解釈をしていきます。えー、ではではジャンプ編1に続くこの部分を見ていきましょう復習の品詞分解からです。命あるるもののをを見るに人ばかりししはなし陽炎の夕べを待ち 夏のセミの春秋を知らぬもあるぞかしつくづくと人と世を暮らすほどだにもこよののどけしや、えー、ジャンプ編1では「人間の命には終わりがあるからこそ素晴らしい」と言っていましたね。「命あるものを見る」に「寿命のあるものを見るといつも人ばかりひ差しきはなし」。 人間ほど長いいものはない、えー、人間以外の生き物は寿命が短いという意味の文になっていますね。随筆つれ,ずれ草が書かれたのは鎌倉時代です、えー、この時代には、えー、赤ちゃんのうちに命を落としてしまう人も多かったので一般的に平均寿命は20代前半とされています。ただね え吉田健康の周りにいた人たちは貴族の人が多いんですね貴族の平均寿命で言えばだいたい40年から50年とされていたようですね、えー、現代のね私たちの感覚からしますと寿命40年50年というのはまだまだ短いんですけれどもそれでも吉田健康は50年ほど生きるその人間ほど寿命の長いものはないのだと言っています 言われてみれば確かにそうですね、えー、人間以外のさまざまな生き物たち50年ぐらいの寿命を持つものといえばごく少ないですものねでは続けましょうかげろうの夕べを待ち夏のセミの春秋を知らぬもあるぞかしかげろうのように朝生まれて夕べを待たず 夏ゼミのように夏だけで春や秋を知らないで死んでしまう単明な生き物もあることだよ。人間ほど長生きするものはないと言っていましたね。例えばカゲロウや夏のセミ、夏ゼミのようにほんの短い命で死んでしまうようなそんな生き物もいると述べていますが皆さん訳すときちょっと困りませんでしたかこの部分。 かげろうの昨べを待ち、夏の蝉の春秋を知らぬ。もあるぞかし。このね、当点がありますが、前後の動詞。まち連用形でしょう。一方、知らぬ。はい、未然形で打ち消しの助動詞ずがついています。このね、打ち消しの助動詞ずは。 あ,あののね連帯形なのでぬになででにってるんですこれ終止形打ち消しの助動詞「図」ですからね。否定の「図」の意味が「知らぬ」ここは分かりやすいんですけれども「町ち」にも影響してるんです。ですので「町ち」はそのまま訳してしまうとどうしてもね文の意味が通らなくなります。また図とこの打ち消しの助動詞「図」。 を補うようにして訳していかなければなりませんよでは続けましょうつくづくと人とせを暮らすほど何もそれに比べたら私たち人間が心穏やかに1年を暮らす間だけでも雇用ののどけしや格別にのどかであることよ はいえー、私たち人間の寿命というのはごく短命であるカゲロウやナツゼミに比べればたった1年をね心穏やかに過ごせるそれだけでも格別にのどかであるゆったりした時間であると言っています、えー、少し訳す上での補足をしておきます、えー、つくづくとですね ぼんやりとなどの辞書的な意味がありますけれども今回はですね文脈上を心穏やかにという表現にしておきます文脈としましては私たち人間が意識せずに何気なく生きて過ごしているその1年それは意外ととてもゆったりしたのどかな時間であるんだと言っていますねその無意識的にというのがつくづくと はいえー、力を入れないでぼんやり過ごすという言い方もできますけれどもどちらかというと心穏やかにの方が解釈する上でカゲロウやナツゼミはすぐに死んでしまうけれどもそれに比べたら私たち人間がたとえ、ねえー、寿命があるにしてもそのうちの1年それは結構ゆったりした時間の流れである。 とね、吉田健康は書いていてますよ。一年のその時間の流れでさえゆったりと感じられるものであるならばじゃあ一体人間の寿命とはどんなものなのかそれはね、えー、次のジャンプ編3に続いていきますではジャンプ編復習の音読です「命あるものを見る」「に、寿命のあるものを見るといつも人ばかり久しきはなし」 人間ほど長いものはない。かげろうの夕べを待ち、かげろうのように朝生まれて夕べを待たず、夏のセミの春秋を知らぬもあるぞかし、夏ゼミのように夏だけで春や秋を知らないで死んでしまうためな生き物もあることだよ。つくづくと人と世を暮らすほど何もこよののどけしや。 それに比べたら私たち人間が心穏やかに一年を暮らす間だけでも「格別にのどかであることよつれつれ草第7弾」「私ののつゆ消える時なくジャンプ編」以上です。